使わないか 使わないか。めったに外行かないし、ね。使わないかな。悩んでんだったら買っとけよっていうところもありません？ね。そんなもうずっと悩んでんだったら、それはもう買っちゃいなさいよって気もしません？お疲れ様です。今日は10月25日です。はい。はい。昨日ね、軽井沢から戻ってきまして、まだ全然片付いてないんですよ。で、今日はね、午後からオンラインレッスンがあって、一人レッスンこっちに来るかな。で、さらにもう一個オンラインがあって、で、リハがこちらであります。そんな感じだったと思う。で、とりあえずね、勝たしていきます。あ、そう、朝ね、ウージーさんがお届けしてくれましたアンプです。これは自分のではありません。七重さんのアンプなんですけども、もともとエドワルドっていうね、ギタリストの方がね、まあ、友人でいたんですが、何年か前にね、亡くなって、それで彼の機材をね、七重さんが全部ね、引き取ったんですよ。買い取ったんですよ。で、その中の一個に、このフェンダーチャンプありまして、これをお借りしました。なぜこれをね、借りることになったのかと言いますと、私が軽井沢にアンプを忘れてきたからでございます。何やってんの。しかも昨日はさ、渋滞で東京に戻ってくるのが遅れてですね、そして Vlog の編集も、遅れて、12時半ぐらいに結局動画が公開されるっていうね。はぁ、なんかちょっと疲れが残ってるな。あんなに温泉入ったの。で、今日は月曜日だから本当は掃除もやりたいんだけど、そこまで多分ね、いけないと思います。とりあえず朝洗濯物は干しましたけど、掃除はいけないんじゃない今日。結構タイトだから、動画も作んなきゃいけないし、てか全然作ってないし、まだ厳しい。とりあえず片そう。はい、それではいい時間になっちゃったんで、オンラインレッスンやっていきます。いやー、結構今日しんどいぞ。全然動画進んでない。で、このオンラインレッスンの後にすぐに生徒さんが来るんで、ここはもう連続なんですよね。よし。こんにちは。ちょっと久しぶりですね。軽井沢に行ってきまして、昨日戻ってきました。え、マジで？すごいじゃん。へえ。え、キーは結局どうしたんですか？なるほどなるほど。いや、やるんじゃない？むしろジャズの曲をやるって言われた方がありがたかったりするね。知ってるやつじゃん、スタンダードの曲だったら。なんだろう、歌もんだけど、なんだろう、別にちょっとファンキーにやってみたいんですよとか、ちょっとボッサでやってみたいんですとかって言って、フィールを変えるってやるとちょっと盛り上がるよね。なんかセッションのそのプレイヤー側としてはいいねみたいな。フィール変えるとちょっとね、テンション上がる。今聞いた感じだとちょっとこう、やっぱスロー系が多いと思うんですよね。まあ、歌が早口になるってわけじゃなくて、バンドがすごいこう早くやれそうなやつだといいかなと思うんですよね。すごい、今日3曲譜面新しいの入ってるから、あと1曲だよ。じゃあ今日はこんな感じで。はい、オンラインレッスン終わりまして、もうすぐ
生徒さんがいらっしゃいます。準備します。朝からこの部屋にこの真空管のさ、フェンダーチャンプがこう入ったわけなんですけど、部屋がね、真空管臭い。フルチューブのアンプってね、匂いあるじゃん、真空管アンプの匂い。もうあれが今すごい、この部屋。多分ね、この後生徒さん来るんだけど、何ですかこの匂いってなりそう。ちょっと換気しようかな。めっちゃ臭いんだけど。はい、レッスンが終わりまして、再びオンラインレッスンやっていきます。で、今日のリハーサルは、なくなりました。明日になりました。なんか飛行機乗り遅れたらしい。まあ誰とは言いませんけど、なんとなくそんなことをね、こうやってしまうような感じのとこありますよね。ついついみたいな、あれ飛行機何時だったっけみたいな感じの雰囲気はありますよね。でもちょっと助かったかもな。今日動画厳しいんで、編集が全然進んでないから。カポ、じゃあお疲れ様でした。はい、本日のレッスンも終了でございます。先ほどのあれなんですけど、リハの話なんですけど、なんかね、来たメッセージがちょっとチラッと見たんだけど、怪しい、嫌な予感がするっていうのはですね、明後日だったと思うんですよ。でも明日現地でリハできるんでってなってて、それって明日本番って言ってますっていうことなんですよね。27日って聞いてたと思うんだ。明日もできんの？明日早めに合流しましょうって連絡来てて、26日のこと言ってんのかな、勘違いしてんのかな俺もしかして。なんかそうなった場合は、夕方にオンラインレッスンが1件入ってるんで、申し訳ないけどこの節さんに連絡して日程を変更させてくださいってやんなきゃいけないんですよね。とりあえず、分かんないんで Vlog 作りましょう。明日本番です。明日本番です。じゃああとで、なるほど明日か。じゃあちょっとね、連絡します。セッサンにこれはすいません、本番は26日だったということで、ちょっと待ってね。よし、ちょっとこれ連絡しました。まだ帰ってきてないけど、いや俺が勘違いしたのかもしれんな。確かね、これ口頭で日程を聞いてたんで、ちゃんとこう何日の何時からみたいな、そういうやり取りじゃないかったから、それは良くなかったなと思うんですよね。あ、でこの本番の様子はですね、これも書き出して共有しないといけませんね。七重さんが見れるようにね。どっち先やろうかな。本番書き出しやっちゃおうかな、同時進行で。軽井沢2021 10月の23、まあこちらは限定公開でね、メンバーが確認するとかいうようなんで、特に編集とかはしないんですけど、 Vlog の編集始める前にこっちを先にやっちゃいます。よし、書き出し OK っす。じゃあこっから Vlog 気合い入れて作っていきます。もう5時ですから、6時は絶対間に合いません。
東京じゃないかもな。はい、OK だと思う。現在9時20分で、今日はもう一本やんなきゃいけない。明日演奏だから、明日本当はその夕方のレッスン1個しか入ってなかったんですけど、本番当日だったということで、でさっきのなんか昼過ぎからリハ入れるみたいなんでみたいなメッセージから察するとですね、まあ、昼過ぎぐらいには出なきゃいけないってことになるでしょ。ってことは明日のやつをやってた方がいい。なんか後で連絡するとは言ってたけど、楽器何持っていこうかな、なんか1曲だけお願いしますみたいな感じだったんで、アコギかナイロンだと思うんだよね。まあアコギかな、弦張り替えといった方がいいかな。あのピックアップついてるアコギはさ全然触ってないんで弦やばいんじゃないかな。なんかここでやるアコギのレッスンはあっちのエアーズギターだっけか、こっちを使ってるんですよね。よし、吹き出してみようかな。今回は割と新平くんとナディアにテーマを当ててみたいな。よし、とりあえず1本また今書き出してチェックはするけど、でさあやっぱりね、もう一日中実はこう頭の中にね MacBook Pro のことがいまして、どうしようかなみたいな。そういえばこの間俺誕生日だったけど別に自分で誕生日プレゼント何も買ってないですよねみたいな適当な言い訳をもう作り始めてる。いいんじゃないかなそろそろみたいな。24回払いで確か1万5000円とかだっけ月々。まあちょっともう一回スペックちゃんと、やってみないと分かんないですけど、あの時適当になんか見られてますね。じゃあ一旦書き出しまして、もう一本動画作っていきましょう。もうちょっと頑張ります。あん、そうね、変えるか。そうだね、小木だとしたらこれは一応変えてあげよう。Thank you.